はい、チームテレクスの皆さん、こんにちは、トシです。いつもありがとうございます。今日はコンプレッサーベース用ですね。インナーバンブーのアルティメットコンプ2ね、 U2 っていうの、インナーバンブーで合ってるのかな。ちょっとね、あの発音がよくわかんないんだけど、まあ、これすごくねベーシストにね人気でね、もうみんな使ってますよね。そう、ちょっと大きいんだけどもね。で、値段もね6万とか 7万しないか、6万円台とか、ちょっとなかなか手が出ないね。まあまあ僕もちょっとだいぶ前にね、何年か前にあのあれでね中古で手に入れたんですけども、まあねさすがにね皆さんねこぞっていいっていうだけのことは確かにある、確かにある。ね、どっちかというとこの傾向としてはベース本体の音をそのままグレードアップしましょうねっていう方向だと思います。つまりこれを通したからといってあのエフェクター通したでしょうみたいな音にはならない、あのコンプレッサーの音しますよねにはならない。ロスコンプとかさ、なんかダイナコンプとかさ、 EBS のあれとかさ、マルチコンプとか、あ、なんかあれっぽい音だねってならないやつね。全然わかんないんだから、本当にそう、あのインナーバンブーのあれ使ってでしょ、アルティメットコンプでしょとは多分誰もわかんない。もうベースの本体の音をグレードアップしましょうみたいな、多分そんな感じだと思います。おそらくね、そう、味付けがない方向だと思いますね。それで、つまみね、ちょっと説明しますと、書いてあるんですけど、まあスレッショルドでアタックになりまして、これがレシオですね、でこれがボリュームで、これがリリースですね、リリースで、これが謎のつまみ、一番右謎のつまみですね。というわけで、まあベースなんでリリースは早い方がいいかなって気もしないでもないですけどもね、あとはまあお好みで、あとはベース本体の出力によって買わなきゃいけないからね、だと思いますね。レシオは別に何対何とかわかんないんで、もうよくわか、数字はわかんないです。まあ多分このぐらいで4対になってんじゃないかなってなんとなく思っておりますね。真ん中ぐらいでもいいかもしれないんだけどね、ちょっとやってみましょうかね。ほんのちょっとしか変わんないからね。でもね、なし、やっぱりさ、なんかこう力強く前出てくる音になるよね。特にこの2弦あたり、2弦ってちょっとぼやけるんですよね、弱いっていうかさ。バランスのいいベースでもわりかしちょっと弱かったりするでしょ。ね、一つ一つちょっと粒立ちがやっぱり、まあ、当たり前ですけどコンプレッサーなんでね。で、少し今アタックを僕は今逃がしてる、ね、これね設定にしてますね。こうすると割と強くかけたとしてもやっぱしアタックが逃げるので、って出てから、ブイって出てからコンプがかかるみたいな感じになるね。まあもちろん初めからこうやってもね、ノーマルで、アタック最速にしてもおそらくね、そんな、なんつうの、0.1 ミリセコンドっていうの、なんか数字的にそういうすごくではないような気もしますけど。で、あ、そう、ちょっとスラップ的なものやってみますかね。スラップはあんまりやんないですけど、なし。えげつなくなるよね、やっぱね、えげつなくなる、えげつなくなるね。あの迫力が全然増して、なんかこう下品な感じになっていいよね。なんもない、ちょっとおとなしいもんね。
いいじゃないですかね。で、このね、じゃ謎のつまみ、これが何だって話なんだけど、これがですね、多分ベーシストの人はこれがあってなかなか重宝してるんじゃないかと思うんですけど、ベースってやっぱり低音が一番強い、エネルギーが強いから一番初めにベースが引っかかるじゃないですか、コンプレッサーにね、だからその辺が難しいんですよ。 1弦とか2弦とかにいい感じでコンプレッサーをかけようと思う設定にすると、今度4弦とか5弦とかそっちのエネルギーが強い方に先に引っかかっちゃうので、そっちが先に潰れてしまって1弦2弦にうまい具合そこまで引っかからないっていう、これがありますね。まあ、ダイナミックイクライザーとかじゃないからさ、ね、そうなっちゃうわけですよ。でそれをちょっと回避するためなのかなって思うんですけども、これがですねちゃんとローを逃がすんですよ、これこのあれで。でね、6段階ありまして、これ今一番ローが逃げてる状態ですね。うん、そうだから結構これ最速で潰しててね、結構スレッショルドも上げてるから、まあ、ずっとかかってるわけですよ。 1弦にもずっと、ね、コンプレッサーかかってるわけで、4弦もかかってるけど全然ローなくなってないでしょ。で4弦のエネルギーと、ね、2弦1弦のエネルギー、バランスうまく取ってくれてますよね、コンプレッサーとしてのよく、役割がちゃんとできてるけども、4弦のローはなくなってない、それがこれの役目なんですよ。でこれをですね6段階ありまして、一番上にします。これだとね多分一番ローがだいぶ効いちゃうんですよ。ローにコンプレッサーが効いちゃう、ローが逃げない、わかります？普通のコンプレッサーこうなるんですよ。やっぱり4弦一番エネルギー強いんで、5弦とかそこに一番初めに引っかかるわけです。そうすると1弦2弦もいい感じなんだけど、4弦いくと結構引っかかっちゃったなって感じ。まあまあこうなるんですよね、ベースにあれをかけるっていうと、コンプレッサーかけると普通で、それを回避するためだとは思うんですけども、こいつで4弦までしっかりコンプかかってるんだけど、低音はちゃんと一旦逃げてるのかな、よくわかんないけど、ちゃんと調整されてるんですよね。引っかかったのもいいけどね、この4弦のドズーンっていうのが欲しいんだよね、コンプレッサーはいいけどみたいな時にやると、出るんですわね、真ん中ぐらい、もうそこそこローがね落ち着く、出すぎない。で例えばまあアタック逃がしてあげてもいいね。ね、こういうのもいいですよね。という感じで、これはですね、そう一番初め言ったけど、音色の変化がすごくないからすごく使いやすいし、このちょっとローを逃がすよっていうのがあるので、強めにかけてもまあね、ローは逃げるんだよね、ちゃんと4弦ちゃんとあるんだよ、ドーンって。こんだけ強くかけても、あ、ね、すごくないですか、いいの解放なんですけど、ちゃんとローがある。ちょっと外しちゃうと、うん、今アタック逃げてるから多少あるけど、まあ、そうですね、まあ違いますね、だいぶアタック最速だともう、
こういう仕様です。はい、ちょっとね演奏がうまくないからごめんなさい。ちょっと今あんまり分かりづらかったかもしれないけど、まあ、こんな感じでございます。はい、また聞いてください。ありがとうございます。